構いたので全体は撮れなかったんですけど、こんな感じで名場面がいろいろ飾ってあってめちゃめちゃ良かったです。はい、で着席するとお席によってランチョンマットが置いてあって、これ持って帰れないんですけど、潔くんのお席でした。でこの前やった質問コーナーでも言ったんですけど、カレーが苦手なんですけど、潔くんの家のカツカレーということで食べました。めっちゃ美味しかったです。ドリンクは一番最初なぎくんのレモンティーにしました。あっさりしててさっぱり美味しかったです。このチュロスめっちゃ美味しかったです。単純にチュロスがめっちゃ好きだから、このメープルつけてもつけなくても本当に美味しくておすすめです。そしてオシャのオシャミルクティーも飲みました。ホットのミルクティーなんですけど、想像以上にめちゃめちゃ甘かったけど美味しかったです。そして最後に頼んだヒューリンのラムネカルピス、ビタンさんっていう感じで上が綿菓子になってます。溶かして食べるのかそのまま食べるのか迷って、私そのまま綿菓子だけ先に食べちゃいました。このアクストは視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。全16種やばいよね。と開けます。シドウさんを当てないと私が怒られるので。せーの、ほい。アイク、アイクめっちゃ来る ね。でもかっこいいけど、いいね。アイク本当に日本代表だろ。うるさいですかね、大丈夫ですかね。うさぎくん推しが来ました。あのほい、あ、サイピーサイピーとか言ってサイピー、そう、サイピーは私の好きな NMB の子な、元 NMB の子なんですけど、サイくんです。お兄ちゃん来ました。そう、色が違う。せーの、ほい。あー、イサギくん2個目来ました。推しが2個目、ウェーイ。はい、あ、ニコさんが有名の、ほい。あー、偏りがすごいぞ。アイク2個目です。
こいいね。大人感がいい感じ。アイクは。じゃあネームプレート。いきます。16種。これやばいボタンじゃない？こい。ああピオリくん。いいね。ピオリン。ピオリン。ピオリンでした。さあ来るかな？せーの、ほい。あ、リンくんだ。はい。私最初なぎくんで、はい、なぎくんでした。色味がいい感じにイサギくんに近づいてるよ。いきます、せーの、はい。あー、流星くん、はい、よかったね。よかったね。はい、お友達の推し来ました。イエーイ、せーの、はい。あ、バローくん、はい。バローくん、髪下ろしてる時との雰囲気ですごい違うよね。これ下ろしてないよ。あ、めっちゃイケメン来たの。違う、下ろしてる方がいい。うん、あのお風呂上がった時。あ、確かに潔癖症な感じね。ほい。あ、カラスくん。え、すごない？すごい、かぶりないよ。かぶりない、完全ランダムだもんね。うん、はい。あー、サエピー。サエピー、もうこれサエピーとかやってサエくんをしてる人から怒られるかな。はい、揃ったよ。せーの、はい。あー、かわいい。かわいい笑顔、ありがとうございます。はい、日が来るまで2個、せーの、はい。ヒューリンかな、ヒューリンだよね。おお、え、これめっちゃいいね。うん、なんかそれさ、キャラによって違うよね。そう、形違うからさ、イサギくん四角だから普通のアクスとか変わらんの。まあ、でも台座がいい。アイク、アイク、え、でもこのアイクかっこいいんやけど、かっこいい。はい、でもこのレオくん、レオくんサイクに見えない？見えん？見えん？カメラ通すからかな、ぼやけてたから。レオくん多分立ち姿が似てる、そっち向きによくサイクなんか、ね、ビジュが多い。そう、斜め、ほら、うん、ほら、確かにその角度いない。はい、あー、サエピー、次こそサエピーだよ。暴れろ悪魔くんって言ってるよ、これはさ。そうね、いいよ、かっこいい。今度ちょっとやばいね。やばい、おしゃ、おしゃか、せーの、ほい。あ、来たー。かっけーですね。これはかっこいい。でもいいね。来た。行きます。せーの、はい。あ、ごめんなさい。おしゃ。おしゃ来た。はい。美髪。ほい、はい、カラスくんでした。カラスくん、はい、シドー、こい。あー、ちょ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 、エゴさん、ごきげんよう。いきます、せーの、ほい。あー、バローくんだ。え、こんな見事に被ってないのに。ね、背中のバキバキ感めっちゃかっこいい。せーの、はい。あー、レオくん被っちゃいましたっていうラストです。最後に被った。
ワルのシーズとそこはい、ウェハースにチョコレート入れます。ほい、チョコ、シドウさんに飛んだらぶっ殺されるな。え、すぐそのまま買い出してどういうことコラロイド風ブロマイド。はい、もう一回やってきます。プラ、食べましたよ。コラロイド風ブロマイド。はい。コラロイド風ブロマイド。難しいね。言ってみ。コラロイド風。ほら、いい。ちゃんと5テイク持ってるからやっぱテロップ。はい。最後、ブルーロックのポラロイド風ブロマイド開封していきます。おい、言えた。よしせーの。はい、かっこいいよ。モデルとギャップがすごいよね、サッカーの時の。それでアパレルなの。うん、かっこいい、うん、はい、アイク。アイク多いな、今日ね。これさっきと同じ言葉言った。さっきと同じだ。せーの、ほい。あ、サイピー。サイピーとイサギくんが一緒にいます。いい、このシーンいい。はい、シドウさん来ました。これはいいね。うん、見えちゃった。せーの、はい、2枚目。キミヤさん、せーの、はい。あー、来たー来たー、ないか来たー。はい、制服のイサギくんです。いいね、スイッチ乗せる。はい、あー、いいね。で、オトヤくんかっこいいんですよね。リュウくん、おしゃ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 来ました。おしゃ、髪の毛、私もこのぐらいサラサラになりたい。せーの、ほい。あ、ちぎりくん、ちぎりくん、引きめっちゃ良くない？かぶらんよ、うん、今日かぶってないんだけど、布のようで擦れてんね。確かに。かっこいい。なくなりました。ほい。あ、バローくん。バローくんと見せかけてイサギくんがいますね。見せかけではないか。せーの、ほい。あー、ナギくん今日初めて見た。つなぎ普通じゃない。せーの、ほい。あー、最後の最後に、はい、お友達の推しで締めました。はい、ということで今日はそう、これをさ、 Vlog の中の開封っていうことにしようと思ったんですけど、ブルーロックのグッズを紹介しました。はい、で、ちょっと今日は池袋でおたかつしていて、J ホビ TV さんの受験にお邪魔したので、受験で開封動画を撮らせていただきました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。これ私のじゃない。バイバイ。ありがとうございました。